大谷翔平、惜しい大飛球も4の0へ軍連勝止まりダッシュならず、9回に一挙7失点。エンゼルス1、10レンジャーズ丸現地時間5月6日、エンゼルスタジアムエンゼルスの大谷翔平選手28が6日、日本時間7日、本拠地でのレンジャーズ戦に3番・指名打者で先発出場。 4打数無安打で2試合連続のノーヒットに終わり、大敗したチームは首位浮上を逃した。レンジャーズの先発は前回登板のヤンキース戦で完封勝利を挙げている右腕、イオバルディ。過去の対戦で打率167、12打数2安打、と苦しめられている大谷は初回、一・一塁の場面でフルカウント後の低めスプリットにバットを出すも、 体勢を崩された打球は平凡な差避となったイニング先頭だった4回の第2打席は初球のカットボールを打つも2ゴロ再び先頭だった6回の第3打席も初球のカットボールを弾き返したが中堅候補へ高々と舞い上がった打球は惜しくもフェンスオーバーとはならず中飛に倒れた8回の第4打席も続投したイオバルディの前に1ゴロ この日は4打数無安打で2試合連続ノーヒットとなり打率は286となったエンゼルスは打線全体でもイオバルディ 2K5 安打に封じられ9回に5番ドゥルーリーの7号ソロで完封負けを回避するのがやっと投手陣は3点ビハインドの9回に一挙7点を失い最後は外野手のフィリップスが27個目のアウトを奪った ゲーム差なしで迎えたア・リーグ西地区の首位攻防第2戦は8回無失点で4勝目2敗を挙げたイオバルディの快投もありレンジャーズが大勝首位浮上を逃したエンゼルスの連勝は5で止まり残る貯金は4となった私がまとめたネチズンのコメントは次の通りですまあピッチャーがいいとなかなか打てないのが野球ですからね ただ最近の大谷にはあまりにも初ン凡退が多すぎて、もっとも初級からスイングすることは悪いことではないし、それで結果が出ればいいんだけれど、見ている側からすると同じ凡退するのでももう少し粘ってほしいな。と思ってしまいます。もしかするともっと甘い球が来て見事仕留められるかもしれないのにとファン目線で思ってしまいます。 今日はイオバルディ投手が素晴らしかった、これに尽きる。エンジェルスの上位打線を抑えて球数少なく8回無失点。回を投げられる高投手の見本のようなピッチングだった。対するデトマーズ投手は立ち上がりこそ良かったものの球数を容赦打ち込まれ失点3。5回を投げられず、ここまでの先発登板と同じことを繰り返してしまった。 急速を増した投球を生かしきるためにも今後課題を乗り越えてほしい後を引き継いだテペラ・ワンツ・各投手は見事デビッドソン投手は制球難から崩れる悪いところが出沈んだ空気を変えてくれたのがフィリップス選手その裏ドルーリー選手の HR は明日につながる一本になったと思う今日はレンジャーズはもちろん エンジェルスも結果としてブルペンの主力を温存できた明日は先制点で系統の主導権を握り粘り強く勝ち切りたいこのシリーズ勝ちこそ